こんばんは、つつけんです。今日は2月の12日になります。今日はね、夜桜ライトアップ、前回動画では屋形橋付近のライトアップ会場をご案内しましたが、今日は峰温泉にあります温泉会館の裏のねライトアップ会場に来ました。ってことで早速行きたいと思います。でーんって、分かりづらいまたしても GoPro 分かりにくい。さあどうでしょう。実際の映像で見るよりもうちょっと明るいですあ、でも結構明るく見えてきた。あ、この辺いいですね。これだけ咲いていて、この人がいない絵ってかなりレア。ここがね、ドリコ温泉会館になります。温泉施設ですね。その裏、ここちょうどね両側にあるのでトンネルになってるんですよ。はい、そしてまた反対向きに歩いています。ここはね、どちらかというと向こうはねメインの会場だけど、こっちはねちょっと駅から離れていますので、踊り子温泉会館で調べてもらえればわかると思いますがね、ちょっと離れているのでここまで来るのはね、あの車じゃないと大変なんですけどね、すごい綺麗ですね。今年ねちょっと気になったんで、向こうにねライト結構ね新しく作って、あっちにももしかしたらあるかもしれない。ちょっと行ってみましょうか。あ、確かちょっとね、あのほんのり向こうの方に、まあこのカメラじゃ見えないと思うんですけど明かりがついているんで、そっちまで行ってみましょう。さあ歩いてやってきました。こちらもねライトが、今年から新しくついてたのかな、ちょっと気になったので来てみましたが、ここね川に降りれた気がするんだけど、どうだろう、もしかしたら川から見たらものすごく綺麗に見えるからここにライトつけたのかなと思うんだけど、ちょっと川まで、ここね川降りれるので行ってみますが、あの足元がね暗いので、あと反射、光で反射してる。あ、そしてねこの、わかるかな、この明かりが、宝泉の足湯どころのところ、うん、それでなんとなく場所的につかめてもらったかと思うんですけど、さあこれね真っ暗、映像では真っ暗なところを歩いていきましょう。あ、いいね、やばい、これだ。ちょっと GoPro のスーパービューとかやめた方がいいよ、ちょっと変えよう。はい、今 GoPro のねスーパービューをやめて魚眼向こうの一番狭いモードにしました。あ、ただちょっとライトの当たり方的にこっちから見るとそうでもないのかな。でも下から見えるって結構綺麗だね。あ、でもさっきはスーパービューの視野角で撮ってたけど、今魚眼向こうサイズ、こっちの方がやっぱ綺麗に映る気がする。はい、また温泉会館の裏に来ました。魚眼向こうサイズで撮り直していますが、いかがでしょう。ちょっと高いところを攻めてみようかな。素敵な映像が撮れたんじゃないかな。まあしばらく雨が続きますが、もしね雨が降っていなかったら夜桜なんかもいいかもしれません。夜桜だけだったらね人もそんなにいないので、傘を差しながら見学もできますので、もしね興味ある方はぜひ川沿いね夜桜見に来てください。ライトアップ9時頃までですので時間には注意してください。ということで、つつけんでした。